なんか肉を求めてるんですが。ん？これでもう普通に入っていけばよろしいの？あとは指示してくれるんよね、エースが。なんかある。155ゴールド手に入れた。お、なんだなんだ？魔導の力。なんなのなんなの、ただの屍じゃないの？ただの屍っていうか、ただの鉄くずじゃないの？ドラクエビルダーズではそうだったよ、ああいうの。返事がない、ただの鉄くずのようだ。お、ベビーパンサーレベルアップ、いい感じだね。一応びっくりマークみたいなのはどっかにあるんかな、まあ、とりあえず進んでいこう。ほい、来た、しびれクラゲ。これはスカウトするでしょ。というか私はなんかね、何かを収集するというのがすごく好きだから、こういうのでね、図鑑を埋めていったりとかすごいしたいんだよね。やった、しびれクラゲのしびちゃんゲットー、イエイ。オッケー。スライムの使い手、スライム系のモンスターを2体以上仲間にした者に贈られる称号。お、駆け出しハンター、スカウトに成功した回数が10回以上となった者に贈られる称号。称号めっちゃあるな。ね。あれってか、さっきその辺にメタルハンター座り込んでなかった2匹ほど。お、またなんか指示が。おっと、そこが送電施設の制御室みたいだな。あいな、操作パネルのスイッチを押してくれ。復旧システムが起動するはずだ。どれ？お、勝手に押してくれた。マップが表示されたよ。おし、送電施設を復旧する準備ができたみたいだな。お、これで都市全体に電気が行き渡る？まずはサブ電源を起動させるのか。赤く光るスイッチのついた機械だな。赤く光るスイッチ。え、そこに行けってこと？あゆな、2箇所にある赤く光るスイッチを探してくれ。なるほど。そのスイッチを入れるとサブ電源が起動する。両方起動したらこの制御室に戻ってこい。その場所も示してくれるのかな、マップで。次の手順はおめえが戻ってきたら説明する。頼んだぜ、あゆな。なるほど。あ、ちゃんとあるね。ん？どこ？すぐそこじゃん。え？すぐそこ？これ？違うよね。別のか。とりあえずどこに行けばよろしい？こっちか。こっちに行って、あ、あの二つだ。ウェイ、空中にドラキー。おーし、ドラキースカウトするぞ。ほいほい、スカウトアタック。弱いよー。みんな弱いよー。50%、あ、マジで、ミスるなよ、そこ。スカウト失敗。無名斬り。でもそんなに強くない。いけ、みんな。さあさあさあ、やっつけてしまえ。ほら、弱いよ。相手弱いよ。何、体力が多いんかな。結構ダメージ与えてるんだけど、すぐに倒れないというのは。ほらほらほら、なんか結構耐えるよね。でも向こうの攻撃は弱いんだよ。さあ、いけ。おっしゃー。あ、でも経験値いっぱいあるけんね。お、小さな化石を手に入れた。何何何か蘇らされる？それはポケモンか。スタンバイモンスターがレベルアップした。カブトプス的なね。こいつは自分から近づかんかったら向こうが復活してくることはないんかな、とりあえず。なんかしびれクラゲが見えた気がしたけど。よいしょ。扉が開かない。電力は供給されていないようだ。え、いけないじゃないか。何何何？どうしてもぶつかるんだな、そこ。え、もう片方に行ったら、いけるんかな？てか、もう片方はいけるんかな？スカウトアタック、いけるか？ 50% 行ったらちょっと希望が。ちょっとそくらないでくれる？そこを。ダメじゃないか。スカウト失敗。様子を見ている。全然様子見てないじゃん。普通に切りかかってきたよ。さあ、いけ。おーし。おっしゃ、レベルアップ。ベビーパンサーレベルアップ。次はプリズニアやね。ほい。ってことで、ベビーパンサーのスキルアップ。これで素早さプラス8。オッケー。向
向が、こっち側普通に行けたらいい。あ、行ける行ける。来れた来れた。はい。回っていけるってことかな、向こう側。そいつがサブ電源だぜ。赤く光るスイッチを入れてくれ。どう？お、それ全体がでっかいボタンってこと？お、なんか色が変わった。青くなった。オッケーだぜ。1個目のサブ電源が復旧したぜ。さっきんとこは、こっちを復旧させたことによって行けるようになったとかそういうのはないかな。今天井にドラキーがついてた。ほら、どうだ？あー、扉開かないじゃん。ってことはやっぱり向こう側から、向こう側からぐるっと回ってくるってことかな。回っていけるんかな？あ、ここ扉あるね。ってことはあっちから、なんか、肉を求めてるんですが。あんたらじゃないよ。あんたらじゃないね。ドラキーゲットしたっけ？してないよね。私ドラちゃんとか言ってないもん。そういうドラえもんみたいな呼び方。ドラキースカウトしたい。よし、スカウト。いけい。みんないけい。お、おだいぶいったね、今。よし、いける。はい、100%。スカウト成功。はい、ドラキーのドラちゃん。オッケー。おー、びっくりした。これ何匹まで捕まえれるん？預ける場所とかちゃんとあるんかな？よし、じゃあこっちから入れないと困るよ。え、扉が開かない。電力が供給されていないようだ。ダメじゃん。え、ダメじゃん。あ、向こう側から、向こう側からなら、向こう扉何もついてないね。開けっぱのとこがある。こっちだ。なんか急激に、何も整ってないような場所に出たんだけど。はい、石ころゲット。何今の？なんかポワンってならんかった？はい、メタルハンター。さあ、スカウトできるか。いけい、みんな。スカウトアタック。どう？さっきまでよりはマシになってきとんかな。さあ、どうだ？ 50 には届いてないけど。あ、やった、スカウト成功！メタルハンターのメタ。ちょっと今一瞬舌を噛みそうになってしまった。痛い。お、物質の使い手。物質系のモンスターを2体以上仲間にしたものに贈られる称号。何にでも称号があるな。ね、でもそういう称号を集めるのも面白くて好きよ、私。さあ、どうだ。これか。あったあった。これで向こう側開くかな。じゃないとまたぐるっと遠回りになるんだけど。よしよし、もう一個のサブ電源もあったか、あったな。今度も赤く光るスイッチを入れてくれ。はい。ポチッと。どう？開いた？おー、開いた開いた、やったね。これで、すっと戻れる。これで都市全体に行き渡ったかな。よし、これで大丈夫だ。両方ちゃんとスイッチが入った。よし、今度は制御室に戻るんだぜ。いよいよ送電施設を復旧だ。あ、これからか。なるほど。じゃあ、参ろうではないか。こっちからすっと戻っていくよ。メタルハンター、起きてるやつと寝てるやつがいるのは何なんだ？よいしょ。あ、近いね。近い近い。なんかピコンピコン言ってるよ。はい、到着。それじゃあ仕上げだぜ。さっきも使った操作パネルを調べろ。そいつを操作してメイン電源を立ち上げるんだ。なるほど。なんかすごい大掛かりな仕事やね。どう？いけた？あ、全部。全部青くなった。完了？いいぞ。うまくいってるみたいだ。これで電源が復旧するはずだぜ。もう出ていいんかな、私。おぉ、電気がついていく。これで私のことを待たずにみんな次々とあの扉の中に入ってくんじゃないか、今度は。こんなさ、都市全体の電気が止まっとって人間が住んどるわけがないことない？てかめっちゃ未来的よね。ドラえもんが生まれた世界みたいな。お、開いた。だって都市全体がさ、電気止まっとったんなら家庭にも行ってないってことやろ？電気。ん？やったじゃないな。こっちまで電力が届いてるぜ。
おめえも早くポロって来いよ。自分の目で確かめるといいぜ。寄り道すんなよだぜ。そこを出て時計回りで戻れるからな。よし。ということで、時計回りに戻らなくても、ちょっとうまい具合に止まってくれないか。ルーラー。ルーラーで、どこ？南かな？北西ゲート前か。はい、北西ゲート前。行けい。じゃん。ん？あれ？あ、ここか、北西ゲート前って。戻りすぎたね。どこやったっけ？ん？あ、こっちダメじゃん。こっち帰ってく方だわ。向こうだわ。向こうで行って、あ、まっすぐ行けばいいだけか。あっこやね。もうなんか南なんだか北西なんだかよくわかんね。なんだ？マップしか見てなかった。おう、ドラキーたちじゃないか。不意をつかれた。さあ、やり返してやれ、みんな。どん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 。まあでも、ドラキーぐらいなら簡単にやっつけれるよ。今んとこまあそんなに、そこまでね、苦労している相手もいないし、スカウトするのに苦労してる相手はまあいっぱいおるけど、やっつけるのに苦労してるモンスターは今んとこおらんよね。ドキドキーンって。賢い。よーし、撃破。おお、みんなレベルアップ。いいね、いいね。お、ここでプリズニャン。まあ、とりあえずちょっと置いとこうかな。また後から振り分けよう。ふんで、こっちの方向ね。このベビーパンサーの走りは速いんだろうか。キラーパンサーに比べたら遅いんかな。寄ってくるなよ、すぐやられるくせに。まあでもまだレベル的に互角ぐらいってことやろうね。こうやってパタパタと寄ってくるぐらいだから。早く逃げていくぐらいのレベルにならなければ、私。ビーストバーン。火の息。こういう全体攻撃はいいよね、やっぱり。役に立つ。応援。応援はテンションが上がったのかな？お！結構な経験値いったぞ。イェーイ、てててててててー。さあ、早く。早くみんなの元へ。え、逃げてく？え、逃げてった今。違うよね。びっくりした。別にダッシュランが逃げるほどのレベルにはなってないと思うんだ、私。え、落ちたんすけど。え？ふふふふじゃねえわ、私。こっちの道だ。思いっきり道逸れてた。ん？ピッキー寝てる。ほら、寝てる。何？夜だから？こいつ何なんだろうな。不気味だよね。どこだ？あ、こいつまだ越えなきゃダメなのか。あ、ここだ、ここだ。ここの上だ。ん？違う、逆方向だった。こっちだ。こっちの上か。なるほど。てか、ルーラしてくればよかったな、また。え、みんないないんだけど。あ、いたいたいた、見えてきた。はい、到着。帰ってきたよ。おう、アイナ、おめえの戻りを待ってたんだぜ。見てくれ、おめえのおかげで電気はちゃんと復旧したんだぜ。それはよかった。おう、綺麗だね。あれなんなん？センタービルやっけ？マンション的な感じ？うむうむ、アイナもエースも良い仕事をしてくれたのである。すでに他の者たちはビルの中におる。ユタチも中に入るとしよう。マジか、もう入っとんか、やっぱり。わかったぜ、キング。さあ、行こうぜ、アイナ。復旧するためにすごく時間がかかったな。ほい、ということで、じゃあ今回この辺で終わっておこうかなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか思ったよりも結構時間かかったね。電力復旧するのに。
ってことで、この後、まあ、センタービルの中に入っていって、人間がいるのかどうかっていうところでね。